楽勝だぜ。目の前の敵に集中を。いえ、どうするか。かかってくるのじゃ。光の急ぎにてメッサン。やめろ。
ロケ勝利の歌。相手が悪かったな。見てろよ、俺の剣さばき。効かねえなっと。まだまだ。相手が悪かったな。親衛隊も必死ね。隊長、無事ですか？ソディア、ウィチル。船は離れた位置に止めました。後続は少数に分かれて上陸を進めています。用心してるんだね。賢明よ。下手に大勢で近づいて。ここからは我々の務めだ。相変わらずだな、悪いが。そんなことしたら、うちらのここまで。ここは協力した方がいいに決まっ。そうじゃ。彼女の言う通りだ。それと、世界。ああ。よし、それ。揃い踏みだな。はるばるこんな海の底へ。そこまでです、アレックス。これ以上罪を重ねないで。
これはエステリゼ姫。ご機嫌。その分ではイエガーは役に。死んだよ。最後くらいはと思った。そうやって他人の運命をもてあそんで楽しいか。アレクセイ、かつてのあなたの理想は。お前、まだそんなこと。何も変わってなどいいな。腐敗し閉塞しきった帝国を、いや世界を再生させるには、そのためにどれだけ犠牲を出すつもり。今の帝国では手段を選んでいる限り、決して真の改革がその実現を見ることはない。お前ならわかるはずだ。ちょっとちょっと、奴の言葉に飲まれてどうすんのよ。よまいこと、全部よまいごとなのじゃ。こいつの言うことは何もかも嘘っぱちじゃ。どうしてこんな笑顔を奪うようなやり方しかできなかったんです。あなたほどの人ならもっと他に方法が。理想のためにはあえて罪人の烙印を背負わねばならぬ時もある。ならば私は喜んでそれを受けよう。私は世界の解放を約束する。エンテレケイアから、エアルから、ちっぽけな箱庭の帝国から、世界は生まれ変わるのだ。世のためだろうが何だろうが、それで誰かを泣かせてりゃ世話ねえぜ。てめえを倒す理由はこれで十分だ。もう引き返す気はないのですね。くどいな。悪いがこれで失礼する。やめる気はねえの。お前までがそんなことを言うのか。なぜお前たちの誰一人として今の帝国を良いとは思っていないだ。目的は手段を正当化しねえよ大将。ほらこいつら見てどうか。痛みに満ちたあなたのやり方は正しいとは思えません。やり方を変えられないというのなら、ギルドも帝国もいいとこだってある。それを全部壊してからやり直すなんて。強硬な手段は必ずそれを許さないものを生む。わかるわよね。あんたの作る世界が今よりマシだって保証なんてどこ。僕があなたを信じたのは人々に何かを押し付けるためじゃない。与えるためにまず奪うというのなら、僕はあなたを倒す。お前の勝手な夢なんかに付き合うのは真っ平なのじゃ。てめえの言い分を認めるやつはいねえよ。どうあっても理解しないのか、変革を恐れる小人ど。だがすでに全世界のエアルは我が掌中にある。勝ち目はないぞ。よく言うわ。あんたそれまだ術式の解析中でしょ。どういうことです。こいつまだザウデの制御を完全には手に入れてないのよ。時間稼ぎ。リタ・モルディオ。なるほど、これは迂闊だった。小細工が過ぎるぜ。そんなんで世界を変えるなんぞお笑い草だ。いちいちごもっともだ。よかろう。ならばこれもまた我が波動の試練。新世界の生贄にしてくれ。来い。おいおい、完全じゃなかったんじゃないの。そうよ、あれでもね。世界をかけてんだろう。くそ、世界は生まれ変わる。邪魔をするな。てめえ好みの世界なんざ生まれる必要ねえ。剣で私に挑むとは愚かだ。腐っても騎士団長を務めるだけのことはあるな。己の運命を拒むというのですか、愚か。運命はもう選びました。私あなたと戦います。一人で突っ走って。他迷惑な男なのじゃ。どこかで会った。お
かが我が前に立ついず容赦ません。思い出さなくていいか、黙って報いを受けるのじゃ。揃いも揃って次元の低い、もはや誰も私に及ばぬ。道を踏み外しましたね。これで全部蹴りをつける。ローズが踏み上げる。ジャークなる今度光の溝ぎにて滅散。ジェンウタドラピン、ジェンシャリオ。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 ジェI'm gonna be a-
だぞ。命を取り戻す。この辺で勘弁しといてやる。あとは砲が裁くでしょう。また強くなります。終わりだ。あ、ここはザウデの頂上。あれはコア。なんて大きい。まだ解析してたの。ザウデの威力、共に見届けようではないか。やめろ。バカめ。やはりその剣、最ハミか。あれがザウデの力だと。そんな、まさか。どうなってんだ星ハミって。今のでそんなにエアールを使ったのかよ。違う、最悪はずっといたのだ。どういうこと。星ハミは打ち砕かれてなどいなかったんだわ。ただ封じられていた。そうだ、それが今帰ってきた。よりにもよってこの私の手でか。今までザウデが封じてたっていうの。危ない。我らは最悪の前で踊る虫けらに過ぎなかった。絶対的な死が来る。
誰も逃れられん。いい加減黙っときな。最も愚かな道化、それが私とはな。ユリは？きっと向こうにいるよ。星はみ、虚空へと消え去れり。確かに滅ぼしたとは言ってなかったが、ろくでもねえ遺産を残して生きやがって。フレンコ。